腹筋が痛い。今回は腹筋よりも確実にお腹が引っ込むデッドバグを紹介します。今回のデッドバグの意識するところは腹横筋にあるんです。なかなかお腹が引っ込まない人、呼吸浅くないですか？呼吸が浅くなるとどうなるのか。腹横筋が弱くなってしまって、お腹を引っ込めておく力がなくなってしまうんですね。そうなってくると食後にお腹が出る、体幹部が安定しないので姿勢が悪くなってお腹が出る、そういう感じになってきます。腹筋っていうのは表面を硬くする腹直筋、くびれを作る腹斜筋、お腹をへこませる腹横筋、この3つがあります。頑張って腹筋をしても息が止まっていると表面を硬くする腹直筋に意識がいってしまうのでお腹は引っ込まないんです。今回は3回ほど呼吸を意識した上でデッドバグを行っていきます。そうすることでお腹をちゃんとへこませる意識、お腹をへこませる筋肉が的確に鍛えられますので、続けていくことでお腹が早くへこんできます。一緒に頑張りましょう。今日も一歩前進しましょう。まず腹横筋を使う意識としては、鼻から5秒ですって、口から5秒で吐きます。これを3回行います。手はお腹に当てて、お腹をどんどん押さえていく感じでへこましていきましょう。鼻から吸うときは胸を張る、息を吐くときは口からお腹をへこませながら吐きます。これがまずできないとお腹はへこみません。やってみましょう。いきます。スタート。5秒吸って5秒吐きます。お腹どんどん引っ込めて、はい、吸って5秒間吸いますよ。吐きながらどんどんお腹引っ込めて、手で押さえてください。どんどん引っ込めて、はい、吸って吐きます。お腹をどんどん引っ込めて、よし、 OK。 今の呼吸を意識した上でデッドバグ腹筋を行います。上を向いて寝ましょう。しっかり腹横筋を鍛えるためにデッドバグの際は5秒で吸って10秒吐きます。ですので30秒間で2回息を吐くことになります。もし難しいよって方はさっきみたいに3回でもいいです。やり方は足を軽く開いて上体を起こします。足を少し浮かせます。このままキープです。手の位置は初級、中級、上級っていう感じです。好きなレベルでやってください。時間を見ながら呼吸を意識してください。それではいきます。スタート。5秒吸って吐いて、はい、吸って、ラスト、吐いて、よーし、オッケー。今の感じであと2回やっていきましょう。手の位置はレベルを変えてもいいです。いきます。スタート。吸って頑張って、吸って吐いて、あー、うわー、効いてきた。あと1回です。頑張りましょう。いきます。スタート。吸って吐いて、うわぁ、痛ぇ、腹筋がどっか行く。お疲れ様でした。今回の呼吸をしっかり意識した上のデッドバグ、止まっとくだけでデッドバグを行うよりも意識をした方が数倍効きますよね。この呼吸がすごくお腹を引っ込めるために大切なんです。日常的にもしっかり呼吸を意識したり、他のエクササイズでもしっかり呼吸を意識して行ってみてください。頑張ってよって方、グッドボタンやコメントでよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。